時刻は7時30分アット FM80.7 黒江美咲です。 From Studio 1、 この時間はアーティストやイベントにスポットを当ててご紹介しています。今日最初にピックアップするのはスーパービーバー。スーパービーバーのコンサートは3月5日火曜日ゼップ名古屋、4月17日水曜日日本特殊東洋市民会館フォレストホール、9月23日月曜日センチュリーホール、9月25日水曜日ゼップ名古屋。お問い合わせはサンデーフォークプロモーション 052-320-9100 052-320-9100 まで。それではここでスーパービーバーからコメントが届いています。ご紹介しましょう。アット FM フロムスタジオ1をお聞きの皆さん、スーパービーバーです。スーパービーバーです。はい、ボーカルの渋谷です。よろしくお願いします。ギターの柳沢です。ベースの上杉です。ドラムの藤原です。はい、質問がございます、はい、最近ハマってることがあれば教えてください。そう、こういう質問がもうハマり癖のある柳沢さん。いやいやいや、ハマり癖がすごい。最近ハマってるモノマネとかあったじゃないですか。ないです、ないです、ないの？ないですよ。何がハマってるんですか？ハマってるの？はい、アイス。マジ？いちごのもう銘柄も決まってる。いちごのかき氷みたいなやつ、昔かみぞれアイスか、みぞれアイスはね、すごく珍しくハマりまして、1回に5個ぐらい買いだめして、ずっと食べてます、どっから面白くなるんですか、その場所は。いや、面白さは求めてたのよ。面白くはならない。面白くならないですよ。ずっと面白くならない。渋谷さんなんかあるんですか、ハマってること。ないです。ということで、我々スーパービーバーでございますけども、11月の21日に新しいシングル、予感をリリースいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらはですね、火曜日の夜9時にやってますドラマ、僕らは奇跡でできているの主題歌になります。ありがとうございます。ありがとうございます。どんな曲でございましょうか。まあ、スーパービーバーの今のモードがすごくこう盛り込まれた一曲になってると思うんですけど、なんかこうサウンド的にもね、なんだろう、こうすごく広いというか、広い景色が見える楽曲になっているなと思っていて、でなんかこう一緒にライブでこう歌えるところがあったりとか、体もこう動かしやすいなと自分らでも思う一曲なので、ぜひライブでも楽しんでいただきたいですし、まあ、CD でもたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思っております。はい、もうなんだかんだ我々も14年目でございます、活動が。我々の、スタンスであったりとか、いろんなことをこの1枚を聞けば分かるようなシングルになってますので、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、つい先日というか、まあちょっと前になるけども、ツアーが終わったばっかりなんですけども、また新しいツアーを発表いたしました。名古屋にも来させていただきます、都会のラクダホール&ライブハウスツアー2019立ちと座りとラクダ放題と題しまして、3月5日火曜日、ゼップン名古屋、4月17日の水曜日、日本特殊創業市民会館フォレストホール、9月23日月曜日センチュリーホール、9月25日の水曜日ゼップ名古屋でございます。ちょっとね、笑いそうになっちゃったんで、ね、分かります。台本にね、フェレストホールって書いてある。騙されないぞ。フォレストホールだ。よろしくお願いします。ということで、名古屋のライブの意気込みか、いちごアイスの魅力について、柳沢さん何かあれば。そうですね、いちごアイスの方でいいですか。いいですよ。いやいや、すごいな。なんか名古屋今回ね、ワンツアーで4公演来ますんで、でまあ初めてのホールでのライブもありますんで、もちろんライブハウスのスタンディングでね、みんなで一緒にライブを楽しむもよし、ホールはこう指定席もありますので、一緒にどちらも楽しめたら嬉しいなと思いますので、お好きなところを選んでぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。ということで最後になりましたけども、ドラムの藤原さん、いちごアイスは好きですか？はい、はい、大好きです。はい、ということで皆さんと会場で会えることを楽しみにしております。それでは最後に、我々スーパービーバーの一番新しい曲でございます、予感をお聴きください。スーパービーバーでした。バイバーイ。バイバーイ。